JR 東日本式劇場、春は東京都港区にある劇場である。劇団式の専用劇場として、式劇場、秋と共に、1998年12月20日にオープン。客席数は1255席で、親子観劇室やロビーモニターを設けるなど、小さい子連れの観客も安心して観劇できる設備を備えていた。 主に海外の大型ミュージカルを中心に上演し、コケラ落とし公演でもある、ライオンキングは閉館するまで無期限ロングランで上演中であった。なお、式劇場、秋のコケラ落とし公演は、ミュージカルリコーランで演目も数ヶ月ごとに変更されていた。2017年6月末で、竹芝蓄再開発に伴い一時休止となり、完成した。 ウォーターズ竹芝シアタームネの新劇場で2020年秋からアナと雪の女王の公演を予定していた。しかしアナと雪の女王は新型コロナウイルスの影響により海外スタッフ来日の目処が立たず上演延期に。こけら落とし公演も2021年1月に延期され演目も劇団式ザブリジュータの架け橋に変更となった。なお劇場名は アナと雪の女王が開幕する同年6月に、野村野村証券、ミュージカルシアター JR 東日本式劇場、春に変更される。鉄道、式劇場建て替えへ、東京、竹芝、再開発で構想旨も、朝日新聞、httpww.asafi.com、articles。 a s j 7 5 5 c v 6 j 7 5ティル0 2九 h t m l 2 0 1 6年7月6日閲覧 AB 四季劇場一時活動休止へ竹芝再開発で春秋スポニチアネックス http://www.sponicagi.co.jp コロンススララッッシシュュスラッシュエンターテインメントスラッシュニューススラッシュに0 1 6スラッシュ07スラッシュ05スラッシュ ki ji スラッシュ k20160705012907590 ドット html2016 年7月5日閲覧 https コロンスラッシュスラッシュ www.siki.jp スラッシュナビスラッシュニューススラッシュ RENEWINFO スラッシュ0323個1トッ HTML ハットインクナターシャ劇団四季が公演計画を変更アナと雪の女王は2021年6月に上演延期ステージナタリー2021年1月1日閲覧 アナと雪の女王作品紹介。劇団式。2019年9月11日へ閲覧。竹芝エリア再開発事業に伴う、式劇場、春、秋一時休止。ライオンキング上演会場変更のお知らせ。劇団式公式サイト。 h t t p コロンススララッッシシュュ w w w .jp s ッシュニューススラッシュ r e n e w i n f o 0 2 7 8 9 5 h t m l 2 0 1 6年7月5日閲覧。5、22更新、全公演、中止期間延長、今後の再開見通しについて、新型コロナウイルス感染症対応。劇団式公式サイト。 https://www.siki.jp/.navi/.info/.renewinfo/.033018.html2020 年5月22日閲覧。ab2021 年上演ラインナップ。2021年1月1日閲覧。インク・ナターシャ、劇団式のミュージカル。 アナと雪の女王6月24日にロングラン上演開始ステージナタリー2021年4月10日閲覧コロナ禍も勇気と希望をったかいあった劇団式のアナと雪の女王から舞台雑話芸能コラム日刊スポーツ NIKKANSPOORTS.com2021 年6月26日閲覧ありがとうございます